それでは正規直行規定の解説を始めます。まず V を軽量ベクトル空間、すなわち内積の入ったベクトル空間とします。K はあ一応 R または C ですね、としておきます。V1 から Vm というのを V のベクトルとしますが、これが直行形であるというのはどのような定義かというと、それぞれが0ではない、すべてのベクトル0ではなくて、互いに直行している、内積が0である。 いうときに直行形と言います。まず簡単な性質として、直行形は一時独自であるということが言えます。はい。で、一時独自であることを示すには、どうすればいいかというと、もちろん、はい。一時結合イコール0と、こう組んでしたね。でそうすると、こっから C1 から CM 全てが0ということが出てくればいいわけですけれども、今条件としては、この、まあノンゼロと内積が0というのがありますから、まあ内積を取るしかないですね、これでね。 ということで、VJ との内積を取りましょう。そうすると何が起こるかというと、まあ線形性がありますから、線形性とこの VIVJ イコールゼロという性質からですね、はい、どうなりますかね。こうなりますね。はい。えっと、まあ、もし VJ が、v J が2だと V2 だとすると、V1、V2 とかはゼロなんですね。で、C2 の V2、V2 のところだけはこう残って、こうなります。 ということで、こういう CJ、VJ、VJ、CJ、括弧 VJ、VJ、イコール0という式が出てくるわけですね。で、VJ はノンゼロですから、この VJ、VJ というのは0ではないわけですね。この正定値性の定値性によってですね。ということで、VJ、VJ が0ではないので、CJ が0ということが全ての J について、これまあ、VJ との内積を取りましたけど、この J を全て1から M について取ると、各 CJ について、J について CJ が0が言えると。ということなんで、V1 から VM は一時独立であると。 ということが分かりました。で、この直行形なんですけれども、規定になるときには直行規定というふうに言います。はい。一時独立ですから、一時独立でのものをどんどん増やしていくと、やがってこれ以上一時独立でなくなるというところがあるわけですけれども、でそれがまあ同時に直行形であるというときには、これは直行規定、規定になりますから直行規定というふうに言います。で、さらに各ベクトルの長さが1になっている。正規化されていると。まああの直行 もしくはは直行規定があるときそその長さででれれれぞれベクトルで割ってやればまあ自動的に正規直行形、正規直行規定になるんですけども、正規直行形と正規直行規定ですね。ちょっと言葉が長いので、ここではですね、オーソノーマルシステムとか、オーソノーマルベーシスト、オーソノーマルですね。はい。これは、あの、オーソノーマルというのは、オーソゴーナルっていう直行するっていうのと、ノーマルっていうのは、正規の一位っていうやつの、まあ、合成造語ですね。 まあ、数学用語としての造語ですけども、うん。オーソノーマルということで、オーソノーマルの O と N をとって、オーソノーマルシステム K、オーソノーマルベーシス B というふうに略記します。はい。で、例としてです。例えば標準規定。これは明らかに、あの、標準内積で正規直行規定になりますね。はい。任意の軽量ベクトル空間には直行規定が存在するということが言えるんですけども、これは後で、あの、直行化という、シミットの直行化法というのを使ってですね、 まあ、あベクトル空間の規定が存在するということで、その規定を直行化法によって、直交化することによって、それが、ま、規定になります。ということは言えるんですね。はい。ということで、後で、ま、それは証明しますけれども、とにかく、直行規定が存在すると。なまあ、長さ1にすれば、もちろん正規直行規定が存在するということになります。はい。それでは、正規直行規定の例題1、やってみましょう。VN は NG からの多項式の 全体のスベクトル空間としておきます。次の各ベクトルの組み、過去形が直行形となるように ABC を定めようと。でただし VN の内積は FG を -1 から1の積分で定めるものとすると。こういうことですね。はい。それではちょっとやってみてください。 はい。それではやってみましょう。えっと、まず1番、R3 の K、えー、2つですね。えー、この2つがまあ直行していればいいので、えー、このように内積を計算して A イコール4と出ます。はい。2番ですね。えー、3組の内積が0になるということから、あ各、えー、1つ目と、1つ目と2つ目、1つ目と3つ目、2つ目と3つ目ということで、まあ、3つ条件が出てくるわけですね。式が出てくるわけですね。で、この式をですね、えー、まあ、から ABC を決めるということになります。 一つ目と二つ目、一つ目と三つ目、二つ目と三つ目の順に、この式を、内積のイコールゼロの式を書いてあります。よろしいでしょうか。で、えっと、まず一つ目の式から A が求まりまして、で、二つ目の式は B たす C イコール8となって、三つ目の式は A の値を代入すると、このようになりますと。ということで、二つ目と三つ目を連立して解けば、BC が求まりますので、このようになりますと。 で3つ目をですね、えー、同じようにしてやるんですが、この時は内積例によって、この後ろ側複素協約ですね。まあもちろん前側複素協約の流儀でやってる人が、まあもしこの動画を見ていたとしてもですね、まあ,あの内積が0という条件はあの複素協約であれば、あ問題が一緒ですので、どちらでも一緒ですけども、えー、とりあえず後ろ側で複素協約取ってますから、2プラス i のところが2マイナス i、a プラス b のところが a bi となります。 で、これは、あの、内積取ったらですね、あの、実部と虚部が両方とも0という条件で、2つの条件が出てきますので、この AB2 つが決まるということになっていますね。はい。で、実部が2たす1たす 2A-B、虚部が、まあ、まあ、まあ、I を除くと 1-A-2B ですね。ということで、ここから A が、AB が求まるということになります。で、4番はですね、1とこの X 乗達成 X す B の内積ですから、これを計算するんですけども、 この時、X のところはですね、こう内積計算すると落ちちゃうんですね。あの、まあ、A の条件な,な,なくなってしまうんですね。えー、期間、期間数ですから、X はね。内積取るとゼロになるんで、A は任意で B はマイナス3分の1というふうになります、えー。A どうしたら決まるんだろうとちょっと悩んだ人いるかもしれませんが、あの、これは、あの、A は2で B はマイナス3分の1というふうになるわけですね。 はい。それでは例題にですね。VN は先ほどと同じようにしておきます。で次のベクトルの K のうち、正規直行規定であるものを選びなさい。ただし多項式の空間においては、内積は今度は01区間の積とって積分というので内積を定めますということですね。はい。それではちょっと考えてみてください。はい。それではやってみましょう。 まずですね、正解は2番と4番ということになります。はい。で、まず1番なんですけども、1番に関してはこれは長さは1なんですね、全部ね。ただ直行していないわけですね。なので、えっと、これ、まあ、区間をマイナス1、1としても、あの、1と x 字は直行してませんから、これではあの直行形にならないということで、直行規定にはなっていないということですね。で、2番の方はですね、あの、これは2次元で2つのベクトルがあって、これ内積取るとですね、これちゃんと、 あの、まあ、要するに、これの積分ですね。これ積分計算すると0になるので、ええー、まあ、0から1ですね。で、しかもですね、長さがこれ1なんですね。えっと2、2ルート3、ルート3で3倍の 2x-1 の2乗ですから、3倍の、えっと x、2x-1 の2乗なんですけども、これ積分すると三分の1の 2x-1 の3乗の2分の1ですね。で、ここのところがえっと、1でたら1、0でたマイナス1なんで2になりますけど、2分の1て消えて、こう消えてる1なんですね。はい。ということで、あの、この積分は1になるので、長さ1ということで、これは、あの、正規直行規定になっています。 で3番と4番に関しては、ベクトとしては同じものなんですけども、お互いに直行していますので、直行規定なんですが、こっちの方は、こっちの方は直長さ1じゃないですね。全部1111で揃ってますけども、長さはこれ2です。はい。1たす1たす1たす1は全部4で、ルート取ると2ですから、長さは2なんですね。なので1、2分の1すると、これは、あの、正規直行規定ということになります。はい。これ時々はあの、えっと、4分の1とかしてしまう人もいるんですけども、まあ、あの、長さは、 あの、2ですから、間違わないようにしてください。はい。ということで、えー、っと、正解は2番と4番の2つでしたで。それでは次に正規直行規定と一時結合ということで、えー、V を軽量ベクトル空間として、えーまあ、正規直行規定 B というのを取ってきてですね、えー、つまり、ま、ここの UIUJ というのはこういう状況を満たす。これ、ま、正規直行規定であるということを式で表すとすれば、こういうふうに書けばいいということですね。 デルタ ij はもちろんこれクロネッカーのデルタで i と j が等しいときは1等しくないときは0ですから要するに ui の長さが1であると事情が1であるとから内積が0であると違うものは0であるとこういうことですね、まあ、この二つを一つの式にまとめて書けますのでまあ積直行規定というか積、まあ、直行系であるということはこれでわかるんですねはいで規定であるとでこれ規定なので座標写像がですね定義できるわけですねはいで x をですね、あの、x というの数ベクトルを、このベクトル v, w それぞれの x と y を数ベクトル、えー、座標ベクトルというふうにしますえ。つまり式で書くと v はこういうふうになって w はこういうふうに書きますと。こういうことですね。はい。で、この時ですね、この x, i という、まあこの v の係数ですね、えー、座標成分ですね。これ x, まあ、xj と書いてありますけど、xj は v と uj の内積で、内積ですよと。 もう一つ V と W の内積は実はこの数ベクトルの方の普通の標準内積ですね。標準内積で計算できますよと。ということが言えますと。こういうことですね。はい。これどうしてかというと、まあ、まあ、すぐわかるんですけども、まあ、V イコール XIUI の和っていう、ここのところですね。はい。これと UJ の内積を取るとですね、どうなるかということで、えー、まあ、これはそのまま代入しただけなんですけれども、こうですね。これ、線形性を使うと左側の線形性ありますからどうなりますかちょっと、ここ、どうなりますかね。 はい。シグマのこの、ここの部分が、要するに今、x1、u1 足す、点点点とこうなっているわけですね。と、uj の内積ですから、線形性がありますから、これが、はい。全部ばらけるわけですね。こういうふうになるわけですね。シグマの xi の ui、uj と、こういうふうになるわけですね。で、UI、u i uj のこの内積がこう出る大事ですから、要するに i と j が等しいところだけ。ですから、i として、i がちょうど j になったところだけ残りますということで、 はい。あ、まあ、こう一個ですね。xi デルタ ij ということで、これは xj です。ということになります。ということで、この結果が得られました。と。それから、内積の方の計算なんですけれども、これもですね、同じようにしてやるとですね、はい。えっと、まあ、線形性といいますか、まあ、後ろの方はスカラバイがバーで、複素形容で出るということですから、はい。これは、あの、要するに、こっち側が n 個の輪に分かれて、こっち側の方からも、それぞれにこ項についてまた n 個の輪に分かれますから、 まあ、n 個と n 個の、まあ、n 個の項と n 個の項の積みたいな感じになって、n 次乗項の和になるんですね。つまり、ま、こういうふうなシグマ記号で書いてますけども。で、係数が x i の、こっちの方はバーで出てきますので y j こう下付きですね。y j バーということになります。はい。ということで、これは x i, y j バーなんですけども、デルタ i j がまた出てきて、デルタ i j は i と j が等しいところだけ残りますから、結局、x i は i i b a ということになるんですね。 1> 台が1から N を走ったときということになります。ということで、これは何かというと、標準内積です。ということになるわけですね。はい。ということで、このように正規直行規定を使うと、まあ、あたかもその正規直行規定に関する座標で、数ベクトルというふうに対応付けたときに、内積の計算が、まあ、数ベクトルの標準内積の計算に帰着される。というふうなことになるわけですね。 はい。それでは正規直行規定と一時結合の例題1をやってみましょう。まず問いですけども、こ問題ですけども、こうですね。U1、えー、U2、U3、U4 と。これはあの、すべて長さが1のベクトルで、えー、互いに直行していますので、正規直行規定 ONB になります。でこの ONB に関する、B に関する、えー、V イコール1、2、3、4ですね。この数ベクトルの座標を、X を求めようと。こいうことですね。 はい。それでは、ちょっとやってみてください。はい。それではやってみましょう。えっと、uij U イコールデルタ ij は容易に示せますので、これは確かにオーソノマルベーシスになっていることはわかります。ちょ、これはまあ、あの、確認ですね。これ確認です。v と u1 の、v と u1 の内積ですね。これは二分の一の え、1, 1、2、1、1、1, 1、1ですから、部足せばいいわけですね。5ですと。で、同様にして、これは1足す2、3、4ですから、マイナス2と。で、え、vu3 は、1、2、足す3、4で、4、6で、マイナス2で、マイナス1ですね。で、えっと、この u4 ですね。u4 とはこれは実は直行しています。え、中身足して5、外足して5ですから、5、0になって、直行になります。ということで、座標はですね、5、マイナス2、マイナス1、0になると。 こういうことですね。はい。ということで、えー、まあ、これはつまり V イコール先ほどやりましたように、解説でやったようにですね、えー、V の UI の UI と、こういうことが成り立つということで、まあ、正規直行規定の場合はこれが成り立つということですね。ということで、えー、こうなったわけですけれども、まあ、検算を一応するとですね、この U をこの U1 から U4 を並べた列ベクトルとする行列としてですね、 ux イコール v っていうのを確かめればいいわけですけれども、まあそれは容易に確かめることができます。はい。で、中としてですね、u は直行行列。直行行列というのは何かというと、要するに各列ベクトルが、まあ実の場合ですね、実数ベクトル空間の正規直行規定になっているというような行列が直行行列ですね。はい。まあ、定義はですね、この点値 uu イコール e4 と en と、 いうのが、あの、ま、要するに、点値取ったものが、まあ、それ自身の逆行列になっているというのが、あの、直行,行列の定義なんですけども、これはま、実質ですね。要するに、あの、これの、この点値 uu っていうのは、IJ 成分は、これの IJ 成分はどうなるかっていうと、u の列ベクトルを点値したもの、横にしたものと、縦にした、I 番目と J 番目のこの積ですね。が、これが IJ 成分になりますから、 で、これは何かっちいうとですね、要するに内積なんですよね、これね。ですから、列ベクトルの i 番目と j 番目列ベクトルの内積が ij 成分になると。それが e4、e、ということは、つまり、あの、デルタ i j ということで、i と j が等しいときは1、等しくないときは0ということですから、u の列ベクトルは長さが1で互いに直行しているということと同じになるんですね。つまり、あの、直行,行列というのは、あの、各列ベクトルからなる形がですね、 え、直行規定になっていると。実直行規定になっているという場合です。ですが、今の場合は、この u っていうのは、直行行列になるわけですね。で直行行列の場合は、要するに、点値取ったものが u の逆行列なので、まあ、本来ですと、この ux イコール v となるような x を求めなさいというのがこの問題になるわけですけれども、これあの、u インバースをかければ、x を求めることができるわけですね。u インバース。u のインバース v と。とか、u インバースが今、点値の u なわけです。 えー、天地 uu イコール4ンということは、天地 u が u インバースだということですから、はい。ということで、これ、あの、天地取るとですね、要するに1111ですから、1111ですね。11-1-1-1-1という,う感じで、えー、っと、u の天地行列、ま、2分の1はそのままで、天地行列の1234と。で、これ計算するとですね、5-2-10になるということは分かるわけですけども、 ま、結局ですね、これで、ま、求めることはできるというわけなんですね。はい。なので、まあ、内積でもちろんやってもいいですし、座標を求めることもできますし、え、こういうふうにしてですね、あの、点値をかけるという計算でやることももちろんできます。ということになります。はい。それでは例題二ですね。え、V をま、軽量ベクトル空間、内積の空間としてですね、まあ、C でも R でもいいんですけども、 え、b を、この正規直行規定では、とは限らない直行規定とします。はい。ただの直行規定ですね。ですから、長さが1とは限りません。で、その場合にですね、x、v のベクトル x に対して、え、これを、この b の一時結合で表したときの、座標ですね。えー、ci、座標というか、係数ですね。ci というのは何かというとですね、これは、 先ほど正規直行規定の場合はこの xui で良かったわけですけども、この分母 ui,ui, UI, ui の長さの2乗で割らなきませんよと、こういうことですね。はい。こうなることを示性ということで、この公式を、公式というかまあその、えっと、正規直行規定の時にやったのと同じことをですね、えー、まあ直行、正規とは限らない場合にやれば出てくることなので、はい。まあ同じようにちょっと真似してやってみてください。はい。もちろんこの正規直行規定の場合は ui こっちなので、ここが1になりますので、 ま、当然一致するわけですけども、それはま、一般化したものですね。直行行列ですね。まあ、実際に計算してみるとわかりますけども、例えば、正規直行規定にするためにルート3分の1とか、ルート何分の1とかか、かけてですね。で、それの、また、あの、内積もですね、またルート何分の1が入ってくるので、結局、ま、そのルート3分の1、ルート3分の1、三分の一この UI 分の1とか出てくるんですね。まあ、あの、いやいや要は、同じ計算になるわけですけども、まあ、それをちょっとま、ちゃんと確かめてみましょう。と。こういう問題ですね。 はい。それではちょっとやってみてください。はい。それではやってみましょう。この xui っていうのをですね。あの、x イコールシグマの i イコール1から m の ciui っていうのを代入すると、これ代入すると、これまあ、こ代入するわけですね。そうすると、線形性により、つまりまあ、 シグマの i コール1から m の ciui の ui と、こうなる、あ、ui まずい,いな。えっと、ごめんなさい。これ j にした方がいいですね。で、これ ui と。これ代入すると、まあ、線形性によってですね、ここの部分がばらけて、えー、どうなるかというと、こういうふうになるわけですね。まあ、これ j にしてますね。はい。まあ、ここは i ですから、この j、それじゃあ j にして、j コール1から m の cj、uj、ui と。 で、この ujui っていうのは、あデルタ ij ですね。j の大変の時ゼロであると、えー。こうですね。こうなるわけですね。ですから、結局このシグマのところも j が i のところしか残らないので、えー、xui っていうのは、このシグマの中で j イコール i のところだけ。つまり、えー、j ごらん ci, ui, ui と。こういうふうになるわけですね。で、正規化されていればここは1になるわけですけども、正規化されているとは限らないだけのことなんで、ci は、まあ、ここで割ればよろしいと。 こういうことになります。で、正規化されてない直行規定の場合は、あこの x イコール xi、xyci とこうならないと、not イコールであると。えうことですね。はい。これは、まあ、冒頭に説明した通りで、こうならないということに注意してくださいということです。はい。それでは次の例題ですね。えー、多項式のナスベクトル空間に内積をお0から1の積分で入れましょうと。 で、u1 を1、u2 を1プラス ax の形の多項式、u3 を1たす bx たす cx 事乗と。こういうふうにします。で、これが直行形のとき abc を求めようと。で、また v イコール p たす qx たす rx 事乗というまあ二,次の二次式ですね。一般の多項式をこのように知事結合で表すときに c3 を求めなさいと。まあこういう問題ですね。はい。それでは、先ほどの例題2のまあ応用ということで、 え、直行形であるということですね。まあ、あの、まず直行形であるように ABC を決めてからですね、えー、例題2の応用として、この CI を求めるという計算をやってください。まああ C、C、CI すべてを求める必要なくて C3 だけ求めればいいんですけれども、それをやってみてください。はい、えー、それではやっていきましょう。 まず、1と1たす AX が直行するということからですね、内積を計算するとこれ1たす2分の A になるんですね。ですから A はマイナス2と。それから、1と1たす BX たす CX 以上が直行するということから、1たす2分の B たす3分の C が0となりますので、6たす、6倍して6たす 3B たす 2C が0と。で、もう一つ、1たす AX。まあ A はもう既に求まっていますので、1く 2X。 1たたすす BX CX と,以上とこれの内積を計算すると、途中はちょっと、まあしょりますけども、マイナス6分の B たす C になりますと。ということで、B たす C は0と。ということで、まあ、C イコールマイナス B を代入してやるとですね、えーまあ、B が数に求まりまして、B がマイナス6、C が6となります。ということで、ここでまあ直行形が分かりました。直行形が分かりましたので、この C3 ですね。えー、C3 はどうなるかというと、はい、この U3U3 をまず計算して、 で、X と U3 を計算すると。X と U3 はどうなるかというと、U3 はですね、1ひく 6X 足す 6X 事乗ですから、えっと、まあ、まあ、まあ、途中計算をはしょってますけども、こういうふうになるんですね。はい。ということで、30分の R が出てくるというわけですね。ということで、えっと、これですね、あの、C3 はですね、こういうふうになりますと。いうことですね。 はい。で、5分の1分のなんで、5倍しているわけですね。30分の R を5倍にで6分の R というふうになっています。えまあ、こうなんですけど、実際ですね、これ、あの、C1、C2 も一応求めてみるとですね、まあ、これ、まあ、求めた方が、あの、検算ができるので、まあ、一応求めてみるとですね、まあ、C1 はこういうふうになって、C2 はこういうふうになって、で、まあ、実際こう展開して、こう、計算してみると、ちゃんと、ピータスキューエクサス RX 上になっているということはわかりますので、まあ、これであ、あ、正しいなということはわかるわけですね。 それでは、正社へと距離ということで解説をしていきます。B をベクトル空間 V の正規直行規定として、そのうちの最初の R 個ですね、で生成される部分空間を W とします。従って U1 から UR は W の正規直行規定ということになります。はい。ここでまあ,あ、順序をですね、適当に入れ替えれば、まあ、W が先に与えられている場合もですね、このような状況にすることができますので、まあ、W が先にある場合は、 先に W の正規直行規定を取っておいて、それにまあ補って後でやるシュミットの直行化法等を使ってですね、えー、追加して V の規定正規直行規定を作るということでこのような状況にできます。で、この時ですね、πw というのをですね、V の弦、V のベクトル V に対して πwv というのをこのように置きます。で、これはですね、この V を b の一時結合で表したときの最初の r 個ですね。の部分だけ取り出したものですね。これを、まあ、当然、これは当然 w の原因になるわけですけども、まあ、このような、あベクトルを対応させる、写像を πw というふうに置きますで。これは要するにですね、あの、どういうものかというと、はい、まあ、あの、直行射影ですね。要するにね、直行射影の一般化ですね。 まあ、二つのベクトルがあったときに、こう、直行を、下ろ、ろすというのはあるんですけども、まあ、これはまあ、例えば U1、U2 と、こう、直行していたとすると、このベクトル X、まあ、V ですね。V に対して、ここですね。この、下ろしたものが、えっと、V の U1 の U1 と。U1 の長さは今1としていますから、まあ、ここ本当は、まあ U、U1、U1 が、こう、あったわけですけどもこ、ここはまあ、消えてるわけですね。はい。で、これが、まあ、あの、PiW、V ということになります。 で、それをこう引くとですね、こう引いたものはですね、こっちこの部分ですね。この部分になりますので、この部分っていうのは当然こう直行していると。こっちの方、こっちの方向のベクトルとこう直行しているというわけですね。はい。ということで、まあ、これをまあ、正射 A というふうに言います。で、この正射 A は線形写像になります。それから、πw2 回やると同じですと。まあ、当たり前ですね、これね。えっと、こう映したときですね、ここの部分、こういうふうに、 この R までの和でやってるわけですから、これをもう一回書き直して、それを最初の R と言ってますね。残りの R たす1からもう元々ないわけですから、これをもう一回ダブル移しても、これ自身に移るだけなので、PiW もる π る PiW、ダブ w の2つ2回合成はダブ w と同じということになります。で一応証明なんですけども、DJ っていうのをですね、VUJ とこういうふうに置いておきます。でそうすると、この V っていうのはですね、こういうふうに書けるわけですけども、 え、πwv はこうなる、こうなるですねで。そうするとこう引くとですね、要するに残りの r 足す1から n までのやつの、まあ、この dj の一時結合というふうになります。で、一方ですね、このえ w の原 w というのは、全部このだ ui の最初の r 個ですね、これの一時結合でかけていますので、えー、w とこの v 引く πwv というの内積っていうのは、どうなるかというと、えー、っと、こう、まあ d、d, i ではないですね。えー、ci ですね。まあ、ここ一般に取ってますから ci の dj バート。まあ、まあ、ケースはともかくですね、ここの部分出てくる ui, uj なんですけども、i の方は1から r で j の方は r 足す1から n ですから絶対に i のと j なんですね。ですからこれは、あの、まあ、こういう直行してゼロになるということで、これ全部ゼロなので、えー、これ全部、ここは全部ゼロなので、まあ、これは消えますと。ci ですけども消えますということになります。 で、線形であるということはですね、左側に関する線形性、この、要するにここの部分ですね、この V っていうのが、例えば V が2、えっと、V たす V ダッシュになったとしたらですね、V たす V ダッシュ UI っていうのは VUI と V ダッシュ UI ですかここは全部輪に分かれるわけですね。で、同じようにですね、C 倍の方も C 倍に全部一線 C 倍になりますから、まあ、これ線形性はこの内積の線形性からまあ自動的に出てくると。 で、3番は、まあ、先ほども言いましたように、まあ、πww っていうのは、まあ、要するに、ま、全然変わらない。そのそれ自身ですから、これは、同じものに対応するということで、πwv は、あー、πw は w の源ですから、まあ、これ、w 上では要するに、まあ、ま、一回影を落としてはですね、その、かあの、影の影は、それ自身だ。という、それだけのものですね。はい。ということになります。 で、この引いたものですね、この引いたここがこう引いたこの残りの、この、この部分ですね、これを、まあ要するに距離、まあ、こうです、ね、この長さのことを距離というふうに言いますと。この W と V との距離というふうに言いますと。で、まあ、上の記号で言うと、まあこういうふうになるわけですけども。で、まあこの UR たす1から言えるのは、まあ後であの出てきますけども、W の直行空間と呼ばれるものにちょうどなっているということが後でわかりますけども、 まあ、要するにあの、W に直行するベクトルを全部集めてきたものが部分空間になる、なって、それを直行補空,間という補空間というわけですが、まあ、そういうふうに、それの、まあ、なつれになっているということになります。それでは、正射へと距離の問題を一つやってみましょう。U1 から U4 を、まあ、以前にも出てきましたけれども、このような、正規直行規定とします。R4 のね。 で、u を u1,u2、最初の2つで貼られる部分空間とします。で、v コール123の u への正射へ、π コール πuv を求めようと。および πv と u の距離を求めなさいと。で、えっと、この直交射へであるということですね。πuu, u, u に落とした影と、それとの差ですね。が、あの、u のベクトル2のベクトル u ダしと直交していることを一応確かめなさいと。こういう問題ですね。はい。それではちょっとやってみてください。 はい。え、それでは解説していきましょう。まずですね、vu1, vu2 を計算、以前計算しまして、ね、これ同じ問題を、まあ、同じような状況でやったので、その計算を思い出してみると、こういう風になっていました。で、えっと、u ですね。これは、ですからどうなるかというと、πuv っていうのは、5倍の u1-2 倍の u2 と、こういうことになりますので、2分の13377と、こういうベクトルになります。はい。 まあ、この二つのベクトルで生成されてますから、まあ、x、x1、x2 と x3、x4 は等しいっていう、まあ、そういう状況に、ま、確かになってますね。はい。で、この、差ですね。v から πuv を引いたものですね。これはどうなってるかというとですね、こういうふうになります。で、これは何かというとですね、こう、よく見ると、これと同じものですね。マイナス1倍ですね。マイナス u3 になっているわけですね。ということなので、これの長さは、ま、もちろん1ということになります。 でですね、えっ、ー、と、u と u1 の内積は5で、u と u2 の内積はマイナス2ですね。で、この u とですね、えっと、ま、さ、u と u3 の内積を計算すると、1マイナス1、1マイナス1ですから3、3く3足す7匹なのでゼロと。で、u4 の方も、マイナス3足す3、足す引く7ですかゼロということで、ま、あ確かにこの πuu っていうのはもう一回 u を、πu で移すと、ま、あ u にも u、5u1 足すマイナス 2u2 ということで、u に戻ってくるわけですね。 ということで、確かにこの π、えっ、ー、と、πuu イコール u になるということが分かりますと。で、さらにですね、えっ、ー、と、π、うん、ということですね。で、さらに、あの v、v 引く u、v 引く u っていうのを計算すると、これ、マイナス u3 にな,なりますので、えっ、ー、と v、v 引く u というは、v 引く u という2の内積は、まあ、もちろんこれは当然、u3 ですからね。マイナス u3 ですから、内積は0になるわけですね。ということで、従って u、1 u' イコール c1 u1 ダす c2 u2 これは、まあ、u の2の元ですけども、これと、 あの、v ひく u とはね、もちろん直行しているということがわかります。はい。こうですね。これはちゃんと言えますと。ということで、え、一応で,できたわけですけども、一応、検算としてはですね、この w っていうのを、まあ u、u3 u4 で生成される、まあ、前回、あの、説明の方で言いました直行補空間ですけれども、こう置いとくとですね、πwv を同じように計算してやると、まあ、πuv と πwv の和が v になっていて、まあ、この二つのベクトルが直行しているということを、ま、確かめれば、まあ、一応、検算になると。 ということですね。それでは、シュミットの直行化法について解説します。S を V1 から VN というベクトルの K としています。一時独立であるとしておきます。まあ、例えば、規定でも構いません。で、シュミットの直行化法というのは何かというと、この S から直行系もしくは直行規定ですね、を作るという方法です。で、まず最初に W1 は V1、そのまま取っておきます。 次に W2 なんですけれども、もし、まあ、V2 がすでに W1、すなわち V 1と直行していればいい、何もすることはないんですけれども、まあ、直行していようはいまいがですね、こういうふうに置くんですね。これは何かというとですね、この部分が、要するに W2、まあ、V2 から V1、これ W1 の方向へ下ろした正社へ、直行射へですよね、を引きます。を引くということは要するにこれは W1、 イコール V1 と直とで、えー、いいですね。こういうふうに V2 の W1 への正社へベクトルということになります。で、まあ、二つの時はこれで、あの、以前やった直行社へということと、ほぼやってることは一緒なんですけれども、三つ目の時もですね、同じような感じでこういうふうになります。で、これはつまりですね、この V3 からですね、すでにここまでできたこの V1 と V2、 で、貼られる部分空間ですね。まあ、これはあの、W1 と W2 で貼られる部分空間と言っても同じものなんですけれども、同じものですけれども、この二つ、この部分空間に V3 から正射影を下ろして、正社栄を引っ張ってきて、こうね、確保した、こですね。これ正社栄ですね。この正社栄を V3 から引っこ抜いてやると、引っ張って、引いてやると、まあやりました、この V3 引く π、ここま W2 とすると、W2、V3。こうですね。これの、 えっと、これってことね。これが、あの、要するに W3 と。こういうことです。はい。ですから、ま、正射影の、ま、応用といいますか、正射影を、ま、引いてやったらですね、そうすると、まあ、言ってみれば、それに直行するベクトルが残るんで、まあ、直行化できるということになるまです。で、これを順番に続けていくと、つまり、ま、一般に書くと、一応書いておくと、WK というのは VK から、 それまでに作った W1 から Wk-1 までを使ってやって、こういう正社 A ですね。Vk からこの W1 から Wk-1 で生成される部分空間。まあ、こいつは V1 から Vk-1 で生成される部分空間と当然一緒になってるわけですけども、まあそれは機能的にわかりますけども、まああの、この部分への、この部分空間への正社 A を引いてやると。引いてやると当然引いたものっていうのは当然この、 W1 から WK-1 と直行していますから、WK は W1 から WK-1 と直行していると。で、W1 から WK-1 まででにお互いに直行していますから、結局、まあ、できたやつは W1 から WK までは全部お互いに直行しているということになるわけですね。で、まあ、このようにですね、あの、W3 の場合の例を見ればですね、この W3 と W1 イコール0、W3 と W2 イコール0っていう式でやってやってますね。この式って言いますか、式ができるわけですね。つまり、 えっと、w3 っていうのは、この v3 から、それまでに作った w1 と w2 の一時結合を引いて、得られるベクトル w3 が、w1、w2 と直交しているという条件。これをまあ、内積で書いてやると、結局 t1、t2 っていうこの2つの係数がこういうふうになるということですね。以前やりました、この2個の場合のこのベクトル、ab2 つのベクトルがあって、下ろして、こう t 倍のこの b っていうのがあったんですね。t 倍の b と a-tb が、 b と直行しているという条件から t が求まったというのと同じ方法で、こういう,うになります。ということで、まあ自分で出せますよ。ということですね。はい。で、この t1w1 t2w2 っていうのは w のこの v3 の w1w2 の正社影になっているということで、まあ直行化ができています。ということになります。で、作り方がですね、今先ほどもちょっと言いましたけれども、途中でまあ止めた、w1 から wi で止めたところで考えると、当然 v1 から vi の一時結合、お互いにこう移り合いますからね。 例えばこの式だと、VK は WK と W1 から WK-1 に一位結合でかけるし、WK は VK、えっと、そうですね、V1 からこの、そもそも W1 から WK-1 は、VK、V1 から VK-1 とこの一時結合でかけているということを仮定すると、機能法で仮定すると、まあ、V1 から VK-1 と VK の一位結合でかけてますから、結局、まあ、この等式が成り立つということになりますね。 はい。ということで、えー、まあ、こういう、まあ、規定のつく直行規定、直行形の作り方っていうのが、まあ、シュミットの直行化法ということになりますが、まあ、最初にこれ一時独立であるというようなことを仮定しましたけれども、まあ、仮にもし一時独立でないとするとどういうことが起こるかということを一応補足しておくと、まあ、V3 が例えば V1、V2 の一時結合で入っていたとするとですね、これは W3 はまあ、まあ、ゼロになるだけなんですね。まあ、当たり前の話で、V3 っていうのもそもそも,も V1、V2 の貼る空間のまあ、ところで影に、 もう、それ自身が影ですから。まあ、それを影を引いたら、影から影、それ自身影を引いたら、まあ、差がゼロになると。そういうことなんですよね。はい。で、えっと、あともう一つですね、これ重要な、あの、あれなんですけども、まあ、まあ、数パーセント必ず出てくる間違いって言いますねああ、ありまして、これは何かというと、ここのところですね、この V1、V1、V1、V2、これ V2、V2、V2、V2 こう使うですね。V1、V1 は確かに V1 はね、W1 と等しいので、まあ、別にいいんですけども、 V2 と W2 は一般には違うんですね。たまたま直行していれば正解ですけども、直行していなかったらですね、これは、これこれは違うもんなんですね。で、これはもちろん当然これでは直行化しません。はい。まあなんでこういう間違いを起こすかというと、こうやって自分でこう出せるっていう、この部分ですね、自分で出す手間を惜しんで出さなかった。あるいは、正社員のところをちゃんと理解せず、ここ、まあやってしまったということなんですよね。はい。まあそういうことがなければ、まあ、こんなことは絶対やらないんですけども、 まあそう言ってもやる人はいるので、一応補足しておくとこういうこと。はい。ということでまあ注意してください。<music> それではシュミットの直行化法の例題1ですね。例題ちょっと今回たくさんあります。6つありますので、ちょっとまあ、ゆっくりやっていきましょう。まず最初ですけども、R3 の3つのベクトル、これこれ直行化し、直行規定を作れと。こういうものですね。 はい。まあ、先ほどの方法ですね。あの、公式、公式を見ながらでもいいんですけども、公式は自分で作るものですから、自分で作りながら、自分で考えながら計算していってください。はい。それではちょっとやってみてください。はい。それではやっていきましょう。まず、まあ、W1 は最初、スタートは V1 というそのまま置いておきますと。いうですね で、え、w2 はですね、えっと、こういう風うになるんですね。で、これちょっとダッシュをつけてるんですけども、まあ、実はですね、この計算過程の中で、えー、まあ、分数が出てきます。というのは、ここの w1、w1 の内積分のって出てくるんで、ここがま、1になることはま、ないんですよね。はい。あの、長さ1で、ここは、成分、こ整数だと絶対ま、1になることはまずないんで、えー、従ってですね、まあ、分数が出てくるんですね。で、あの、分数をうっとうしいので、あの、要するに、まあ、あの、直行規定、 を作る分においてはですね、まあ実際問題として、あの、まあ分母を払っちゃっていいようですね。えー、分母を払うということで、一応仮に一応 W2 ダッシの、まあ直行化法出てくるやつをこ置いておきます。で、あとで分母を払ったやつを一応 W2 と置くことにしましょう。はい。別にあの無理にそうする必要はないんですけども、まああの分数が出ないようにするというのは、まあちょっとあの、計算とかでね、ちょっとあの、のちょっと便宜上の問題で、 はい。で、今一応計算すると、こういう風うになります。211から、えー、w1w1 は2ですから、2分の内積は3ということで、引き算すると、まぁ2分の1が出てきてですね、え2分の1ですから中身2倍して4、4-3,2-3,2-0ということで、こういう風うに1、1-1-2ということになります。ということなんで、まぁ、あ、w2 はですね、1-1-2と、分母払っちゃいましょうと、こういうことですね。はい。 で、w3' も同じようにしてですね、v3 からこういう,うに、この w2 を使って計算します。で、ちなみにですね、この2分の1が付いたままであるとか、あるいはなんかこう、このこういうベクトルの、ま、定数倍、k 倍の1-12というベクトルをこの w2 として採用してもですね、ま、ここのところとここのところでそれぞれ k 倍されるんで。だから、分子は k 時乗倍する。分母も k 時乗倍される。まあ、実数の場合ですけどね。 まあ、あの、複素数の場合は、K の絶対値2乗倍さ、両方ともされるわけですけども、まあ、いずれにしろですね、あの、分母分子ともに、この K 倍が、あの、キャンセルする、消えるというふうになりますので、まあ、W2 として何をとってもですね、ここのこの結果は変わらへんわけですね。はい。まあ、当たり前の話ですけども、まあ、あのー、式的にはちゃんと、ちょっと合理的に、合理性が、ちゃんと合理性というか、まあ、矛盾なくなっていることは、ここで分かるということになります。 はい。ということで、まあ、これ計算すると、また3分の1という風になりますので、W3 は1-1-1ということで、こういう直行規定が得られますと。でまあ、もちろん正規直行規定を作れと言われたら、まあ、これを全部正規化して、ルート2分の1、ルートを6分の1、ルート3分の1倍すれば、正規直行規定ができますので、まあ、それは、あの、正規直行規定正規って書いてあったら、正規化するということをやればいいだけの話で、はい。とりあえず、まあ、直行規定を作ると、こういうふうになりますと。いうんですね。 で、まあ、スカラバイはこういうふうに無視してよろしいと。長さ後で調整できるものなので、えー、とにかく直行化するところにおいて、スカラバイは、まあ、あの、気にしないでやってくださいと。はい。ということで、まあ、正規化すれば、オそのままのベーシス正規直行規定が得られるので、まあ、その辺は気にしないでおきましょう。ということですね。はい。それでは次の例題に行きましょう。P 2 R、2次以下の多項式の空間で内、内積をマイナス1から1で定義します。 で、V1 を1、V2 を X、V3 を X 以上として、ここから正規直行規定を作りなさいと。こういうものですね。はい。それではちょっとやってみてください。はい。それではやっていきましょう。まずですね、W1 はまあ、V1、つまり1と置いときますが、で、W1、W1 を計算するとですね、これは2ですね。はい。ですからまあ、後で正規化するときにこれを使います。 から、まあ、次の W2 を、W2、W3 を求めるときは使いますので、まあ w、W1、W1 の内積は2と。それから W2 ですね、V2 ですね。V2 と W1 の内積は、これは0になります。はい。ということで、W2 は v、V2 引く、V2 引く、V2、W1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  ですけども、ここは0になるので、ここ黄色ですね。だから、ま、直行しているときはもう、 鼻から何も起こらないで、そのまま W2 は V2 のままということになります。で、この W3 を求めるためにですね、えー、W2、W2 を計算しておくと、これは X の2乗の積分ですから、3分の2になります。で、V3 と W1 の内積は、これは3分の2ですね。で、えー、よしですね、X2 乗と1の積分ですから、まあ、これと同じ積分になりますね。 で、V3 と W2 はこれは X2 乗と X でかけたら帰還数ですから、これは0になって消えると。ということで、W3 は X2 乗マイナス3分の2割る2。えー、というのは、これはまあ、2ですね。この2で3分の2をあ、違いますね。これですね。3分の2を2で割ったものの1と、それから、えっ、ー、と、V3 直行しますから、V3W2 は0なので、0を3分の2で割ったものの X と。 で、まあ、ここは消えるので、x 乗引く3分の1ということになります。で、w3w3 を計算すると、x 乗引く3分の1の2乗です。ということで、マイナス9分の2ですから、45分の8ということになりますね。はい。ということで、えー、u1 は、このルート2で割ったものですね。このルート、ルート2で割ったもの、ルート2分の1ということになります。はい。これぐれも w1 の長さは1だと思って、w1 を1にしてしまわないよう注意してくださいね。 はい。で、w2、uh2 はですね、w2 の長さ、三分の二のルートで割りますから、ルート二分の三の x ということで、二分のルート六 x と。u3 は四十五分の八のルートの逆数ですから、あまあ二ルート二、まあこれ九十分の十六とすれば、四分の三ルート十ですか。はい、こうですね。はい、これをかけて、えー、やればよろしいと。 えっと、u1 イコールルート2とか、u3 イコール3ルート10分の4、x1、x3 の1とかしないように注意してくださいと。次、例題3ですね。えー、例題3の問題は、v1、v2、v3 を直行化するときに、このようにしてしまった計算してはいけない理由を説明しようということですね。このようにするとですね、この、どういうことが起こるか。つまり、ここを v1 使っちゃうと、どういうふうになりますかということをちょっと考えてください。こういうものですね。 はい。まあ、ちょっとどういうふうに説明していいのか分かりはないかもしれませんけれども、えっと、これがまあ、あの、一応ちょっとここまで書いておくと w、w3-t1-v1-t2-v2 が、v1-v2 と直交する条件を書いて t1-t2 を求めるというところを求めようとしてみてください。求めようとしたときに何が起こるかということを考察してみてください。はい。それでちょっとそこだけちょっとね、あの、簡単にちょっと書いて、ま、考えてみてください。 はいえ。それではやっていきましょう。w3v1-t1v1-t2v2v1 と、イコール0というふうにやるわけですね。はい。で、もしこの v1v1 とかのところで、このこちらの v1 ですね。こういうところ全部 w1 にしていたらですね、えー、w2w1 ここは0になって消えるんですね。ここも消えるんですね。ところが今 v1v2 にしちゃってるので、これはあの、消えないわけですね。 はい。ということで、これを満たす T1、t には V1、V2 イコール0であれば、このスターの式になるけども、一般には V1、V2 は0ではないので、最初の V1 と V2、スタートの2つがですね、直行していなければ、これは0ではないのでこの、この方程式を解くとですね、T1、t にはこういうふうにはならないわけですよね。こういうふうにならないということになります。まあ、例えばこういう例の場合ですね。まあ、この例の場合に、あの、 V2 というのはですね、V1 と直行していないわけですけども、これをそのまま使ってこの111を直行式化しようとするとですね、まあこういう計算になってしまいます。で、結果101というのはですね、当然この V1 とも V2 とも直行していませんので、これでは直行規定にならないわけですね。直行化にならないと。まあそれをチェックすればですね、この公式ま、こういうふうにしてしまうのは間違いだということはすぐわかるわけですけども、まあ、いずれにしろここでうまくいかないということがわかります。 ま、公式を自分で作る習慣をつけよう。ということですね。はい。え、それでは次のちょ、も、問題ですね。いきましょう。はい。問題は、V1、V2 は一時独立で、V3 が V1、V の一時結合でかけるとき、シュミットの直交化法を適用すると、その W3、3番目のベクトルが0になることを示せと。いうことですね。はい。まあ、これをちょっとまあ、もう一度、式変形でもう一度確認してみてください。 それでやってみましょう。えっと、w3 イコール v3-t1w1-t2w2 の形であるということなんで、これを、えっとですね、v3 は、v3 もですね、v1v2 の一時結合でかけるわけですけれども、これは w1w2 一時結合でかけてるわけですね。ということは、w3 は w1w2 一時結合でかけてるわけなんで、えー、w3 を c1w1 たす cw2 と、まあ、仮に置くとすると、 W3W1 と W3W の内積は0である。直行するという条件から、これは C1C2 が0になっちゃうんですね。はい。えー、っと、よろしいでしょうかね。これ内積、これと W1 の内積は C1 の W1W1 になるわけですけども、まあ、W1W2 の内積消えますからね。同じようにこっちの方も C2 の W2W2 が出てくるわけですけども、W1W1、W1W2 が、あえぇ、ー、 W1 ちゃう。W1、W1 ですね。で、W が0ではないので C1 が0になっちゃうと。で、同じように C4 は0になっちゃうと。ということなんで、この W3 は0になってしまう。ということはまあわかります。ということですね。で、まあ例としてですね、V1 イコール100、V2 イコール010と。で、V3 がまあこの2つの和、V1 たす V2 と。こうなっているときにですね。まあ W1、W2 はこれもすでに直行していますので、そのまま V1、V2 なんですけども、 W3 はですね、この110から W1 と W2 を引いたものになっています。ということで、これは0なんですね。はい。ということで、こう一時結合でかけていると、この W3 はこう0になっちゃうということが、一般にこう言えるわけですね。はい、それでは例題5ですね。111を補って、R3 の直行規定を求めよう。 はい。ということで、一般にですね、直行規定を作るには、あの、どうすればいいかということで、まあ、今の場合ですね、なんかちょっと一つベクトルを使って、えー、このベクトルを含むような一直行規定を求め,求める必要があると。えー、例えばその部分空間のところで、その部分空間を補うように正規直行規定を取るとかいう話がありましたけども、まあ、基本的にはそういう問題ですね。はい。じゃあ、えっと、これどうしたらいいか、ちょっと考えてください。111というベクトルがあって、それに、まあ、とりあえず規定を作っとけばいいですね。適当に直行しなくていいから。 で、その直行しなくていいから規定を取っといて、それを直行化すればいいので、はい。まあそういう方針でちょっとやってみてください。はい。それではやっていきましょう。えっと、まずですね、V1 は111として、V2 として010、V3 として001を取りますで。まあもちろんこれは1独立なんで規定になりますので、これを直行化していきましょう。 で、w2' ですね。w2' は 010- 内積は1ですね。で、v1v1 の内積、w1w1 の内積は3ですから、3分の1の111で、3分の1でくくると、このように -12-1 になります。ということで、w2 としては、-12-1 を取っておきましょう。まあ、あの、いいですね。で、w3' の方はですね、この001から、このように計算されます。 で、従って、W3 としてはですね、マイナス101っていうのが取れますということですね。はい。ということで、この3つは、この111を補って得られる直行規定であるということが言えます。はい。それでは、えっと、最後の例題ですね。問題。えっと、U をこのようなあ2つの4次元数ベクトルで生成される4次元数ベクトル空間の部分空間として、 X をとしますこれと U との距離を求めなさいということですね。はい。それではちょっと考えてみてください。はい。それでは解説していきます。まず U の直行規定を求めましょうということで U の直行規定を求めました。最初のこれを V 値としてそのまま W 値ですね。 で、V2 を使って W2 という W1 に直交するベクトルを取りました。はい。シミットの直交化法で計算した結果ですね。ちょっと途中はもう場所がありませんので省略しますけども。はい。で、この πux、u への射影っていうのは何だったかというと、まあ、あの、この w1、w2 の部分ですから、への射影ですから、まあ、こういうふうなベクトルになるわけですね。はい。で、これはですね、あの、計算する 一応、検算としてですね、この x1。まあ、この x1 のこの x-πux ですけども、この x1 の長さが、まあ、この今の場合求めるものになるわけですが、これはですね、あの3、3-3-11で、これ、1-1-1とはですね、直行していますと。ね、3-3-1で0。で、0-1-1、0-1-1-2ともですね、直行していますと。 はいということで、えー、これの長さは何ですかというと、こういうふうに計算できますので、2ルート5ということになります。